これでいいかな。ありがとう。風車の部品確かに受け取ったよ。しかし随分と出来がいいね。僕が作ったのよりもしっかりしてるかも。とにかくすぐに風車を直しちゃうからちょっと待っててね。これで今度こそ大丈夫なはず。リオンさん、私の部品問題なかったですか？うん、バッチリ。ごめんね、僕がダメダメなせいで迷惑をかけて。ダメだなんて、そんな。いや、今回だって君に助けてもらわなかったらどうなってたことやら。でもね、こんな僕でも試験には合格できたんだ。何度も落ちたけど諦めるのは嫌だったから必死に勉強してなんとかね。僕とは違ってフィリスさんは筋がいいから、諦めなければきっと試験にだって合格できるはず。だから君にこれを。これって？公認試験の推薦状だよ。いろいろ手伝ってもらったお礼と今後の期待を込めてね。ありがとうございます。僕ももっと錬金術を頑張るよ。今回は本当に君に助けられっぱなしだったからね。いつかどんな困りごとも一人で解決できるようなそんな錬金術師になってみせる。だからフィリスさんも試験頑張ってね。応援してるよ。はい、頑張ります。お、もしかして。あらあら、うん。
いでよアトリエ。今まではあんまり鉱石を掘ってこなかったけど、これで私も採掘しデビューだね。
私たち魔物にやられちゃったのよ。フィリスちゃんをおぶってなんとか戻ってきたんだけど、ごめんなさい、守りきれなくて。不甲斐ないお姉ちゃんを許してね。ううん、そんなことない。それよりリア姉は平気なの？ええ、少し休んだからもう大丈夫。私二度とこんなことがないように頑張るから。リア姉、落ち込んでるみたい。もうこんな思いをさせないように私も気をつけないと。
面白いね。めっちゃ！よし、鉱石見つけた。鉱石拾いはお手のものだよ。植物って錬金術でもよく使うんだよね。あと少しで思いつきそう。このフルスハイムは湖のほとりにあるこの辺りでも有数の大都市なの。ここから出る船に乗って湖を渡らないとライゼンベルグには行けないのよ。え、お船？私お船って本でしか知らないからすっごく楽しみ。ならちょうどよかったわね。でも、おお、そっちはどうで？いやさっぱりだ。このままじゃ商売上がったりだぜ。だよな、やっぱりあそこを通れないんじゃな。
いつも活気にあふれたとても賑やかな町だって聞いてたんだけど、なんだかちょっと元気がない感じだよね。何か問題でも起こってるのかしら。ここで悩んでても仕方ないよ。せっかく来たんだし、いろんなところを見て回ろう。そうね、その中で分かることもあるかもしれないし、じゃあそうしましょう。ああもう、どういうことなのよ、まったく。あ、イルちゃんだ。おーい。あ、リリス、あなたも船に乗りに。うん、そうだけど、イルちゃん、なんだかご機嫌斜め？もちろん、そりゃあんな意味のわからないことを言われたら不機嫌にもなるわよ。ああ、思い出したらまた腹が立ってきた。なんなのよ、あの船乗り。あなたに怒鳴ってもしょうがないわね。そんなに怒るなんて何があったの？それに船乗りって？私が言わなくてもすぐにわかるわよ、きっと。はあ、疲れた。私は宿で休むことにするわ。それじゃ、バイバイ。イルちゃん、相当怒ってたな。本当に何があったんだろう。アトリエ！